やって固執するかこだわるか。ブレーンバスタースイートブラッカー、ホールの体勢に入る、カウントは2カウント、一発ではダメでしょう。かなり効きましたかね。そうですね、あとはねこのまま小島の間ですからね、はい、さあサポーターを取る、あー引いたー、強烈、これはしっかりと見極めてましたね。そうですね、カウンターとなってしまいました。胃袋をえぐる、さらにいく、慶応の攻撃が続く。コーナーに逆さずり、さあ助走をつけて高山膝、大きなポイントとなるでしょうこの膝蹴り。あこれはきついです ね、 ね、一気に行くのがチャンピオン、またこれでチャンピオンの流れになりますかね。いやそうですね、一瞬小島の間となりましたが再び高山の間だ。さあエベレストを狙うのか、これは嫌がる小島、振りほどかないと食らってしまうぞ。もう一度膝が入る、バックドロップ、へそで投げたバックドロップ、いつものね、あの落差の大きい抱え込み式と違いますね。違いますね、あ今パンチ入りましたよ、もう今ストレート入りました。はい、さあ出たエベレストジャーマン、決まった、カットマンドロー、なんと返した、これで立てた、ゆっくりバックドロップからジャーマン、その前のパンチも強烈でしたね。そうですね、腰もよく返した、完全にチャンピオンのペース、立てない、チャレンジャーは立てない、立てません。やはり超えられないのか、あまりにも高すぎるのか、立てませんチャレンジャー。横殴りでしたね、ちょっと勝ち上げ気味に行きましたよね、はい、ショートレンジで当たっていった、追いをつかれましたチャンピオン、しかし小島もすぐにはホールに行けず、肘のダメージ、先ほどのバックドロップ、さらにはジャーマンのダメージ、やや早く小島が立つ、こっから気力の勝負になりますね。そうですね、3年2ヶ月ぶりのタイトルダッシュになるか、あーっと膝、どん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 、しい、またすごい角度で首から落ちましたよ、ね、抑えたカウントは、一瞬に1回これ膝もらいますかね、決まった決まった、さあ面には面を入れて膝が決まる、いいリフト、小島危ない、膝を突き出し、あの肘対膝ですよね。そうですね、ローパリを切ってエベレスト
ト級のラリアットですね。スタンハンセンのラリアットですね。なんと左手、これは高山のこの後予想していなかったでしょう。この後の一発ですよね。右かそれとも左か、抜けた、でも最後に右で自分の走り込みのラリアットを決めたということは、これは小島さんとしてのラリアットだと、それを最後に打ち込みましたよね。そうですね、第40代30代最後のこのチャレンジ、小島がこのベルトを取り戻しました。こうやってベルトを巻くことができたのは自分一人の力ではありません。いろいろと心配かけた嫁さんと娘、ありがとう。あと海と山とゾディアック、どうもありがとう。そして今日応援してくれたファンの皆様、どうもありがとうございます。もうアラフォーに入りました。でもまだまだ頑張れるところまで頑張ってみようと思います。少しでも自分の試合を見て勇気を持ってくれる人がいるのであれば頑張って続けたいと思います。本当にありがとうございました。喜びを分かち合う三冠王者、小島聡誕生。全日本マットに新時代が到来した。